電磁。ああ、知らないんですか。やだ、奥様遅れてる。常識ですわよ。なんかムカつくにゃん。最新のネット環境でここまで快適に。電磁モード。ああ。やいや、失礼。気持ちいい。どうもどうも。いや、なんかご用ですか。 邪魔するぞい。失礼。猫じゃ。花咲か。もっとくれ。腹減った。こいつらいきなりなんだ。 いやいやいや、あんたたちなんなんだ、ウィス。契約したじゃろ、ウィス。天智。そりゃしましたけど、あんたたちと何の関係が。天智というのはな、10人のジジイのことじゃ。はあ。じゃああれは動画をサクサク見れるっていうのは。サクサク。いや、あんたがサクサク食べながら動画見るだけ。 じゃ、ネットが一瞬で繋がるってのは。いざ、それはネットに一瞬で捕まっただけ。なら、テレビ会議とかの動画が遅くなったりしないっていう、なんだ、遅延解消は。うん。わし5歳。それは幼稚園児。で、遅延の3文字しか合ってねえじゃねえか。まごうことなき老人ホーム。 ここは力を合わせて何としてもこの展示を追い出しますよ、ジバニャン。でおらんのかい。これって知らないやん。こうなったら私一人でこの人たちにお帰りいただくしか。そうです。この世にはクーリングオフ、すなわちさっさと撤回を申し入れれば契約を解除できる制度がありますとなれば、ワイユーショップに急がねば。